皆さん、こんにちは。韓国のすべて、韓国ラボのピヨコです。皆さん、お元気でお過ごしでしょうか？で、今回は、私の周りにはいろんな友達がいますが、私の親友の中には、日本人の女性の友達もいます。これまで、5年間の付き合いとなりますが、その5年間で、日本人の友達を見ながら感じたことを、そして学んだことについて、皆さんに共有していきたいと思います。私は日本語を学び始めて、日本に関心を持ち始めてから、皆様のご存知の通り、昔には日本の方の元彼氏はいました。でも、ちょっと不思議に思われるかもしれませんが、私は日本での留学の経験もありませんし、大学院に入る前までには日本人友達は正直一人もいなくって、いつも日本人の友達がすごく欲しいなと思っていました。特に女性の友達がいれば、私が日本にいる時にも一緒にこう楽しい買い物とかにも行けますし、美味しいものもたくさん食べられますし。で、その私の願いが叶ったのは、私が大学院に入ってからのことです。とても気が合って面白い友達で、どういう感じかというと、ご覧ください。もしかしてあれじゃないかしら。こんな感じの、私にいつもこう合わせて楽しく遊んでくれる友達で、大学2年間はこの友達とほぼ一緒でした。毎日のようにですね。で、大学院を卒業してからは日本に帰ってしまったので、とても悲しかったんですが、今もでも年に2、3回ぐらいは会っています。この友達も、私と同じように韓国系の仕事をしていて、韓国にもたびたび来ています。今日ご紹介するこの友達の以外にも、もちろん今までいろんな友達に会ってきました。特にこの日本人の友達、同じ東洋人だと言っても、やっぱりでも外国なので、文化とか考え方も少し違うところもございまして、その中でもこの友達に並んだことについてお話をさせていただきたいと思います。まず一つ目は、物をすごく大切にすることです。例えば、私もそうですが、日本ではどうかよくわからないんですけど、女性っていつもこう服を買ってるけど、いざとなって服を選ぼうとしてたら、服がないっていう感じになるんですけど、女性の方ならなんとなくうなずいている方もいらっしゃると思います。で、洋服屋さんとか行って、かわいい、これは必ず買うべきと思って買っちゃうんですけど、もう買ってしまったら、結局、全部似たようなスタイル服ばっかり持ってるし、大掃除とかになると、こんな服あったっけ？発掘したみたいな思う時もありますね。今は服を例えに挙げましたが、物が増えるとやっぱりこう一つの一つのものを大切にすることが難しくなりがちですが、その私の友達の場合、一緒にこう買い物に行っても、もうむやみに買ったりはせず、なんかこう自分のすでに持っているものをすごく大切にしてて、手入れもちゃんとこなしていて、例えば冬にこうよく履いてる靴がありましたが、その靴が、見た目からして私は1年、2年前に買ったんだなと思ったんですけど、聞いてみたら10年も履いてるっていうことで、手入れもよくできてて、物を本当に大切にするんだなと私はすごく感心をしました。あと2つ目は、時間の約束をきっちり守ってくれることなんですけど、でもこれは私も時間の約束はちゃんと守っています。約束時間の15分前までには必ず待ち合わせの場所に現れますし、もう遅れそうになったら必ず前もって相手にこう連絡を入れますし。でも正直、韓国の場合、日本よりは少し時間約束について少しルーズな傾向があるのも事実ですね。でもその代わりに相手に対してそこまで厳しくないのもあります。でも私はそうですね、時間約束をもう10分でもしっかり守ってあげないのは、相手に対してその相手の時間を奪うという考え方が強いですので、これは昔ある
知り合いとの出来事で、事前連絡なしで3時間も待たされたことがあります。でもその前からその知り合いは時間約束をよく守らなかったので、でも3時間待たされた後は、ああもう私も限界だなと思って、それからその知人とは全くこう会うことをやめましたね。でもこれはいくら仏さんだとしても無理だと思いますね。3時間も待たされると逆にその私の日本人の友達の場合、これは面白いですが、統計的に約束時間の1時間前に出てきますから、私からは本当にお願いだからもう最大20分前まで出てきてほしいよとお願いをしたこともあります。この友達とは本当に時間約束のことでもうトラブルになったことがありませんね。3つ目は、私個人的には人間関係においてこれは一番重要だと思います。それは線を越えないことですね。で今まで人間関係の中でのトラブルがあったことの中でこれが結構あったような気がします。例えばですよ、例えばあなたと私はすごく仲がいいし親しいから、私はこれをあなたに別にバンバン言っちゃってもいいよね。あなたは私の親友だから私が何を言っても理解してくれるよね、それが真の友達という考え方で、私の弱点とか敏感に思ってる点をもうバンバン言っちゃう人々も結構いましたし、でそれを許すと私のプライベートまでこう線をちょっと越えてしまう知人もいて、すごく私はそれについて傷ついた経験が何回かあるんですけど、でもこの友達の場合、まず私が何と申し上げたらいいでしょうか、私の線を、私へ のその線を越えず、こう私の領域を守ってくれますね。私ももちろん情のある韓国人ですから、その友達とか他の周りの人に対して一線を越えないようと気をつけています。そして私の嬉しい出来事があれば本気で一緒にこう嬉しがってくれる唯一の本当に大切な友達です。あ、근데또다일본어로얘기해버렸네요。물론이번동영상은일본인친구에게배운점이주제였어그일본인친구에게만포커스를맞춰서말씀을드렸지만또한국인친구들에게서도또배운점이많아요역시한일양국그리고한일양국각각그사람들에게도다른매력이있는것같습니다今回は日本人の友達に学んだこと3つぐらいお話をさせていただきましたが、実はこれ以外にもいろいろありますね。もうとても誠実さがあること、カバンの中に美味しいお菓子がたくさん入っています。なになにちゃん、앞으로도잘부탁한다。もわざわざ時間を割いて私のチャンネルを見てくださいました皆様にどうもありがとうございました。これからもよろしくお願い申し上げます。이번동영상이재밌으셨다면좋아요구독도눌러주세요。それでは皆さん、またね。또만나요。